東京2020。東京ですね。2回ですよ。東京。1回だと東という意味になります。東の意味はですね、太陽が東から昇りますね。そういうイメージです。太陽が上がってきました。東ですね。ずっと来て西へ沈む。西。2回やると何ですか？え？大阪？違いますよ。え？京都という手話になります。ほう。東京、京都。手話って素晴らしいですね。